H&KMP5 はドイツのヘッケラーコッホ社が設計した短期艦銃。第二次世界大戦後に設計された短期艦銃としては最も成功した製品の一つであり、命中精度の高さから特殊部隊、タイテロ部隊などでは標準的な装備となっている。技術的には MP5 の起源は第二次世界大戦末期にモーゼル社が設計した。 機材06まで遡りうるガスピストンを省いて、半導利用式とした改良型は、STG45 として、ドイツ国防軍に採用されたものの、量産が前に終戦を迎えた。その後、ルートビヒ・フォルグリムラーを含む同社の技術者陣は、まずフランスのシーム、ついでスペインのセトミーに転職して、STG45 を元にした小銃の開発を、継続していた。 当初は、中間弾薬を使用するように設計されていたが、後に、やはり、モーゼル社出身者によって、西ドイツで設立されたヘッケラー&、コッホ社の協力の下、7.62X51mm、ナトウ弾を使用するように設計変更され、1958年、スペインはこの瀬戸目ライフルを正式採用した。 また、西ドイツも早くから瀬戸目ライフルに着目しており、1959年1月、ドイツ連邦軍は、H、H&K 社が、瀬戸目を元に開発した、MD3 を G3 として正式化した。これと、並行して、連邦軍では短期間銃の選定も行っていたが、この時点では、政治的な思惑もあり、イスラエル製のウジが採択された。その後、 1960年代になると、連邦国境警備隊や州警察といった、ドイツの警察組織において、大量の短期間銃の需要が生じた。これに応えて、H&K 社では1964年より、プロジェクト64として、G3 小銃の短期間銃版の開発に着手した。開発にあたっては、主任設計士は、ティロメーラー、ジョシュ マンフレート、グーリンク、ゲオルクザイドル、ヘルムート・バロイターが務めていた。彼らによって開発された短期間銃は当時の同社の命名規則に基づいて HK54 と称されていた。そして1966年にこれを元にした量産型として開発されたのが本銃である。動作機構ローラー遅延式ブローバック機構の断面図蒸気の経緯より 基本的には G3 自動小銃をもとに QX19mm パラベラム弾仕様に縮小した設計となっている。G3 では STG45 アサルトライフルに組み込んだのと同様のローラー遅延式ブローバック機構が採用されており、これは本銃でも踏襲された。この方式では圧力が低下してから閉鎖が解除されてボルトが開くことから 反動がマイルドで、軽量のボルトでも 9mm パラベラム弾を安全に射撃できるようになったほか、ボルトを閉鎖した状態から撃発サイクルがスタートする、いわゆるクローズドボルト撃発となったこともあり、当時一般的だったシンプルブローバック方式、オープンボルト撃発の短期間銃と比して、命中精度が高いというメリットがあった。命中精度については、1 0 0ル以内の 近距離射撃であれば、狙撃銃にも匹敵するとされており、建物の角から目と銃口だけを覗かせる、テロリストの眼球を打ち抜くことが可能とも称される。しかし一方で、この機構によって、ボルトの構造が複雑になり、単価の上昇にもつながった。また繊細な整備を必要とし、横断数発射後には、ヘッドスペースの点検をしなければ銃が、作動不良を起こすこともある。 点検方法はボルトを閉じてハンマーを落とした状態でマガジンの挿入口から中にあるボルトヘッドとボルトキャリアの隙間にシックネスゲージを差し込み隙間がどのくらい開いているか調べる隙間はメーカーで指定している範囲内である0 2 5ト、mm、ルから0 4 5ト、mm、ルの間に収まっていなければならない隙間が 許容範囲を超えると、ローラーを大きいものに交換する必要がある。そして、交換可能範囲を超えた銃はそのまま使用すると、ローラー遅延の効果が十分に発揮される前に、ボルトが解放される、早期解放による暴発などの危険があるため、H&K 車に送って修理するか破棄される。1992年発売の MP5、銃など代行経過モデルでは、 ボルトキャリアやボルトヘッドなどは標準的な MP5 と互換性がなく、リコイルスプリングは H&KHK53 のものが流用されている。また 9mm パラベラム弾モデルでも1998年発売の MP5 回では競争弾の使用に対応して内部構造を強化しており、同じリコイルスプリングを導入したほか、ボルトグループを強化した。 この改良は、後に、すべての生産型に導入された。マガジン元々は、ダブルカラム式で、ストレート型のボックスマガジンを使用していた。その後、1977年以降は、やや湾曲したバナナ型マガジンに変更されたが、これは、バットなどの特殊弾薬の相談に対応した、設計変更だったと言われている。 一般的には30発入りの断層が用いられる。また、MP5 系では、本体の小型化に合わせて、相談数15発として短縮した断層が好まれる、傾向がある。一方、大容量マガジンも開発されており、アメリカ海軍は一時期、MP5 のための50連発のドラムマガジンに関心を、寄せていたと言われている。 また1980年代後半には100連発のダブルドラムマガジンが開発された。MP510 と MP540 ではストレートボックス型マガジンが採用されており、残弾確認ができるように半透明の合成樹脂製とされている。大口径化に伴い弾薬の重量が増加したのを補うため、マガジンの重量は 従来の金属製マガジンと比べて30%軽量化されている。ストックバイザーストックとフラッシュライト、装着型ハンドガードを装着した MP5 ストックには MP5、MP5A2 で用いられる固定式と MP5A1、3、5で用いられる伸縮式があり、クロススプリングピンでレシーバに固定される。伸縮式ストックにはもとは 金属製のバットプレートが装着されていたが、MP5N や MP5 回では、ゴム製の装備板が装着され、後にこれは、標準装備となった。またヘルメットにバイザーを装着する場合に備えて、ブルガー透明車などでは、バイザーを避けるように湾曲したストックも製造している。もともと MP5K はストックを装備しておらず、スリングスイベル付きキャップを装着していた。 その後、1991年には、右側に折りたたむポリマー製のストックが、オプションで追加された。当初はこちらも B&T 車製だったが、後に H&K 車自身が生産するようになった。アメリカ陸軍の第160特殊作戦航空連隊では、 MP5KN を元にこのストックを装備したモデルを MP5KPDW として装備しており、後には同様のモデルが一般市場にも投入された。レシーバ当初、射撃モードのセレクタは SEF、単射、全自動射撃の頭文字と表示されており、S は白、E、F は赤く塗装されていた。また、アメリカ軍向けなどの輸出モデルは、 言語を選ばないビジュアル表示に改められた。なお、MP5A2、3以降、警察用の派生型として、セミオート射撃に限定したモデルがラインナップ、されるようになった。また A4、5では、オプションとして、3点バースト機能を備えた製品もある。リアサイトは、HK54 では跳ね上げ式だったが、MP5 では、ピープサイトを設けた。 回転式に変更された。4つのピープサイトは光の条件によって使い分けられる。また、MP5K では迅速に照準できるように回転式、リアサイトの消門部分は丸穴の円光消門から V 字型の切れ込み消門に変更された。さらに、MP5 回1では陰徳傾向に対応して服などに引っかかりにくいように固定式のリアサイトを 採用した。ハンドガードバレルをカバーして、熱から手を守る部品であり、当初は、細身で握りやすい、スリムライン型が用いられていたが、後に、幅広で、バレルの冷却効果が高いトロピカル型に変更された。ガラス繊維強化プラスチック製とされている。オプションとして、先端にフラッシュライトを装着した、シュワファイア社製のハンドガードを使用する部隊も多い。 また、MP5K では、バレルに合わせて短縮したほか、下部には、全部ピストルグリップが付されている。また、下方先端には、全部ピストルグリップを握った手が、銃口の前に出ないようにする突起が設けられている。バレル第一期改良型である MP5A に、3では、重心を、フローティングバレルに改良して、命中精度を向上させており、 バレルエクステンションに圧入されて、クロスピン止めされる。MP5A2 では225ミリ長、また、MP5K では114ミリ長、MP5KN では140ミリ長とされている。重厚外側には3つの突起が付されており、ブランクアダプターやマズルコンペンセーター、サプレッサーなどの付属品をバイオネット式に取り付けることができる。 アメリカ海軍モデルでは、さらに、バレル先端にもサウンドサプレッサーを装着するネジ山が切られている。また、MP5SD のバレルには、直径2.5ミリの穴が30個開けられている。その外側をケーシングが覆っており、後部にガス拡散室、前方にロート状のバッフルが内蔵されており、インテグラルタイプのサウンドサプレッサーとして機能する。 通常の超音速弾薬の使用を想定して設計されたが、弾頭147グレインのアオン速弾薬でも問題なく動作する。ただしこの場合、マンストッピングパワーが不足する懸念があり、通常弾薬の使用が推奨されている。ただしこのサプレッサーは密閉固定式であるため、分解掃除が難しいという問題がある。バッフルがロート上であることで、 火薬の燃焼ガスから生じるカーボンは、ある程度自動的に排出されるものの、やはり内部は、汚れやすく、サプレッサーを外して後端部を木材で軽く叩く、方法や、比油性溶剤に浸す方法がある。また H&K 社からは、クリーニングキットも供給されている。MP5A2MP5A59mm、パラベラ無断、モデル MP5K シリーズ MP5K。 ネイビートリガー型のロアフレームを持つ、後期型モデル MP5K に折りたたみ式ストックを装着したモデル MP5、SD シリーズ MP5SD3MP5SD3、特殊部隊向けに内装式サプレッサーを装備したモデル。SD とは、スカーレスダンプファーの略語で、ドイツ語でサプレッサーを意味する。大口径化モデル1980年代後半。 アメリカ合衆国の警察では 9X19mm パラベラ無断のストッピングパワーに不足を感じていたことからより強力な実砲を使用した拳銃が市場に投入されつつあった。これに対応して MP5 でもこれらの実砲を使用する派生型が開発された。民間向けモデル HK94 k アメリカ合衆国などの民間市場向けに セミオート限定のモデルが開発された。訓練用、モデル1970年 H&K 社は訓練用として、22LR 弾への転換キットを発売したが、使用感が異なる上に信頼性に問題があり、400セットも生産されずに販売終了となった。代わりに1984年には、模擬専用として、 プラスチック弾専用の MP5T が発売された。実砲は射撃できず、レシーバーの左右側面に青色でプラスチック弾のみと書かれており、コッキングハンドルも青色になっている。多くの警察組織では、訓練にしか使えない MP5T ではなく、既存の MP5 をもとにペイント弾を発射できるようにしたシミュニッション転換キットが用いられている。 H&K 以外での生産型 H&KG3 と同じ機構ということもあり、G3 をライセンス生産している国では、MP5 もライセンス生産していることが多い。MP5N を装備した、ネビーシールズ隊員。マガジンをジャングルスタイルに改造している、シュワファイア M628 ウェポンライトを装着した、MP5 を構える、サット隊員。 MP5 を持つギグイン隊員。バイザーストックを装着している。まず1966年、西ドイツの連邦国境警備隊に採用されたほか、同国の州警察でも多くが採用された。単価の高さから、西ドイツ国外への普及は進まなかったが、イギリス陸軍の特殊空艇部隊は、連邦国境警備隊の GSG-9 との共同訓練の経験から、 1970年代後半頃より MP5 を導入した。そして MP5 を一躍有名にしたのが1977年のルフトハンザコークル181便ハイジャック事件である。この事件では西ドイツ政府がテロリストの要求に応じず GSG-9 が人質救出作戦を観光し人質の被害を出さずに5分間でテロリストを全員 無力化して解決した。狭い機内での戦闘に臨むにあたり、GSG-9 隊員の多くは、S、S&WM19M66 回転式、拳銃や、H、H&KP9S 自動拳銃を、携行しており、MP5 を持った隊員は、比較的少数だったが、拳銃では瞬間制圧力が低くテロリストを、無力化するのに手間がかかったのに対し、 MP5 の鍛錬者を受けたテロリストは即座に行動不能になり、MP5 の威力が強く印象づけられた。このため、GSG-9 は、その後の作戦で、MP5 を愛用するようになっていった。そしてまた、作戦後の記者会見の際に、GSG-9 隊長ウェグナー大佐が、MP5SD を手にしており、この写真が、全世界の紙面を飾ったことで、 その知名度は飛躍的に向上し、世界中の大テロ作戦部隊が競って MP5 を導入することになった。これらの特殊部隊が MP5 に期待していたのは、鍛錬者で複数弾を正確に打ち込む精度と、拳銃弾の貫通力の低さによる、不随的損害の抑制の両立であった。これに対し、高精度のセミオートマチックカービンとして導入した。 法執行機関もあった。例えば、ロンドン警視庁は、突入作戦を担当するスワットにあたる、専門移手には、フルオート射撃対応モデルを配備する一方、普段から街頭をケーラーする武装を勝者には、セミオート射撃に限定した、MP5SF を配備した。日本の警察でも、警備部の銃器対策部隊には、MP5 回に準じた。 フルオート射撃対応モデルを配備する一方、刑事部の特殊搬送さ係には、MP5KPDW に準じた、セミオート限定モデルを配備しており、MP5SF 系と称される。など、ありがとうございます。